突然降り出した夕立、傘を忘れて一人雨宿り、朝出かけ際につけたテレビ、天気予報は晴れのち曇り、突然降り出した夕立、傘を忘れて一人雨宿り、朝出かけ際につけたテレビ、天気予報は晴れのち曇り。君が言った最後の言葉をちゃんと僕は分かっているんだよ。ただ動き出す勇気がなくて情けないけど逃げ出したんだよ。でもねこのままじゃダメだって本当にそう思ったから、諦めていた夢もう一度追いかけようと心に決めた。辛い時も悲しい時も大切な仲間がすぐそばで笑ってくれてるから、辛い時も悲しい時もいつだってそう、大切な仲間がすぐそばで笑ってくれてる君だけど、ストーリーを今描き出そう、足がかかったら笑顔に変えて。